構ね波に上がってて、めっちゃ気持ちいいですね。やっぱ水に入れると画面も綺麗だし、ね、すごい波めっちゃいいよ。おはようございます。さすらいサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は何じゃっけ、7月18日の月曜日、海の日ですの今お昼です。で今日はですね、なんか朝から波めっちゃ良くて、私はいった波あるっていう波情報サイトを使ってるんですけど、波あるでこう自分がよく行くポイントっていうのをこうチェックつけとくと、いい点数がついてる時、まあ、イコール波がいい時に通知が来るんですよ。で今日朝ピンとか来て40点出ていますっていう風にね通知が来て、でチェックして、あ、すっごい良さそうと思ってめっちゃ行きたかったんですけど、朝からやっぱ、まあ、今日祝日だったんですっごい混んでて、でまあちょっと朝やらなきゃいけないこともあったんで、ちょっとねバーッとそれを終わらして、今お昼ちょっとねランチ時に来てみました。まあ、風もねまだ全然吹いてないし、何よりね今日はねすっごい晴れててめっちゃ気持ちいい。なんか最近ちょっと一時期超暑かったじゃないですか。でもなんかそこからずっとドヨーンとした天気が続いてて、こう曇りの日ばっかサーフィンしてたので、久しぶりにピカーンと晴れてすごいいい気分です。まあ、そんな感じでね、まあ、今日は水着でサーフィンできそうなんで水着でサーフィンしようかなって思ってるんだけど、まあそんな感じで、あともうちょっとで到着するんで、とりあえず海の方向かっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということで海に来ました。じゃーん、結構ね波上がってて良さそうで、なんか風割と吹いてるんですけど、ちょっとねガタついてそうだけど、でも全然いいの割れてたんで楽しみです。いやー嬉しい。で今日はじゃーん、ロキシーの水着で入りたいと思います。なんかねここ最近で水温めっちゃ上がって、前まではねなんか外暑くてもちょっとヒヤッとする感じだったんですけど、だいぶ暖かくなったんで、でもねちょっと一日ですごい変わったりするから、昨日一昨日は結構平気だったんだけど、とりあえず水着で行ってみたいと思います。で、今日はジャックっていうちょっと分厚めの方のショートボードを持ってきたんですけど、普通にトライで入ります。でなんか波はセットは多分胸ぐらいあって綺麗に割れるんだけど、ちょっとねやっぱなんかタルタルって感じなので、ちょっと走りすぎないようにしっかりねスープキワキワ狙ってできるように頑張りたいと思います。まあ、あとは前回ですごいね反省したんですけど、まあ、やっぱリラックスしてサーフィンすることと、まあ、あとは今日もねこう早い感じの波じゃないので、しっかりボトムまで降りるっていうのを意識してやれればなと思います。まあ、という感じでちょっとソロショット準備して、ちょっと準備運動して、昨日ねちょっと背中のトレーニングしてちょっと軽く筋肉痛なんですけど、まあね海入ったら治ると思うんで、とりあえず入っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。We got our
share of problems. We can leave them all behind. You gain a new perspective, one mile marker at a time. でもなんか結構クラゲがいて、それがちょっとね怖いんですけど。So put your best dress on, we'll leave this town and drive till we can't recognize the billboard signs or the faces we're around.お疲れ様です。ということでサーフィンしてきました。いやもうね、久しぶりにサイズがちょっと上がって、もう超楽しかった。で、水温も結構やっぱ暖かくて、水着で全然余裕だったし、いやーほんとね良かったです。やっぱ入る前は、まあ、波ちょっとあったけど、すごい軽かったので走りすぎないようにとか、しっかりパワーゾーンを意識してって思ってたんですけど、まあ、ちょっとでもね張ってたらね、すんごい走っちゃって、もうほんと全然ダメだったんですけど、久しぶりにほんとちょっとサイズのある波でやれたんで、もうほんと大満足です。で、動画の最初でも言ったと思うんですけど、波情報サイトの波やるにサポートしていただいていて、波やるを使ってから半年間ぐらい経つんですけど、まあ、その半年間使ってみた感想とかレビュー、まあ、おすすめのポイントとかっていうのをちょっとねお話できたらなと思います。まあ、以前は他の波情報サイトをいくつか使ったりとかしてたんですけど、まあ、それに比べて私がいつも入ってる柴北エリアでっていうことになっちゃうんですけど、結構ね点数が厳しめだなっていう印象、ちょっとやそっとやじゃねいい点数つけないなっていう印象があります。なので今日みたいに40点ついてますとかいう通知が来るとムムってなるっていうか、結構ね期待ができるなっていう感じの印象なのと、あとはやっぱりね一番いいなって思うサービス、16日間の波予測をしてくれるっていうサービスがあるんですね。それが今でこそこっちに海の近くに引っ越してきたので、あんまりこの日にサーフィン行く、で予定を立ててサーフィンするってことがなくなってきたんですけど、東京とか海がないエリアから通ってる方とかは、こう週末に行こうとか、この日に予定を立ててみんなでサーフィン行こうっていうことがすごい多いと思うので、まあ、そういう時にこう16日間波予測、まあ、風だったり波高っていうのが分かるので、まあ、大体この辺に行こうとか、風に合わせてこの辺に行こうっていう予測が立てれて、予定が立てれるので、このサービスはねめっちゃいいなってすごい思います。で、私もちょっとねトリップに行く時とかっていうのはこのサービスを結構利用することが多いし、16日間って何回も言うけどすごい先まで分かるから、予定が立っていいなって思います。
で、まあ、ナミヤルに関してはオリンピックだったりそれ大会シーンでの予測っていうのもしてるようなナミ情報の会社なので、すごいね信頼度も高いし、まあ、もちろん予測なの でしかもこの時期とかは特に大気が結構不安定で予測が変わったりすることもあるとは思うんですけど、ナミ予測っていう部分でもこう信頼が高いし、すごいね特にこの16日間のナミ予測っていうのはすごい気に入って使っているサービスです。どこのナミ情報サイトがいいかなとか迷ってる方がいれば、ぜひ概要欄からナミヤルチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、今週末から私福島に行きます。で、なんで福島に行くかというと、日本のサーフィンプロツアー JPSA の特別戦っていうのが福島で行われて、まあ、特別戦ということでね、チーム対抗戦という感じで、まあ、初めての試みみたいなんですけど、ロキシークイックシルバーチームの、まあ、ちょっとね、それはまだ言わないでおけど、ある役割にちょっと就任しまして、ちょっとそちらでね一緒に行くことになりました。で、まあ大会自体は7月の26で予備日が27っていう感じなんですけど、ちょっと前もってね現地入りして、私も合間でサーフィンしたりいろいろできたらなと思ってます。で、まあその様子も YouTube で発信していきたいなと思ってるし、あとはですね、GoGirls っていう前回の JPSA だったりとか QS の時にやらせてもらったんだけど、ロキシーのライダーの子たちを応援するナビゲーターとして Go Girls っていうものを今大会もやることになりました。ロキシー、まあ、今回クイックシルバーの選手たちの、まあ、裏側だったり大会の様子っていうのを、まあ、リアルタイムでねロキシージャパンのインスタグラムのストーリーズで発信していくっていうことにもなっているので、ぜひそちらもね合わせてチェックしてほしいなと思います。まあ、もちろん大会の様子も YouTube のライブかなで多分やると思うので、またそちらも合わせてちょっとねまとめてお知らせしたいなと思います。ぜひ楽しみにしててください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラムとツイッター、あとサスライフっていうセカンドチャンネルを始めて最新話が昨日アップされました。今回の動画はですね、ある世界的ビッグサーフファミリーにちょっとたまたまお会いして、そちらの様子も動画に載っているので、ぜひねチェックしてほしいなと思います。次回の動画もお楽しみに。